僕もどこがそんなに怪しく見えますか。一つずつ解決していきましょう。怪しいところを具体的に指摘してください。全部ですね。それはちょっとひどいと思う。だって怪しいんだもん。大丈夫です、慣れてますから。ほら昔からなんです。この格好でこんな商売してますから、やっぱりありますよね。わかるんですけどね、今さら変えられないんですよ。あの、一つ聞いてもいいですか。何でしょう。なぜあの子を取ろうと思ったんでしょう。彼女の目です。目？似てるんです。昔取ろうとして取れなかったある人。それだけじゃありません。彼女の眼光の鋭さは率直に言って逸材です。わかりますか。きっと前世は白頭足だったに違いありません。白頭足？そうです、大空の支配者。遥か彼方から獲物を捕らえるあの眼光を映像に焼き付けたいんです。そんなに重要ですか。当たり前です。全てと言っても過言ではない。あなたはウォンバットのような目ですね。鋭さが足りない。あなたはユニコーンのような目です。角は生えてますが目が優しすぎる。分かっていただけますか。全く分かりません。ですよね。ただ熱意は伝わりました。本当ですか。作品を見てみたいです。怖いもの見たさで。一言多いよ。ありがとう、頑張ります。ではまずは愛しの白頭足を口説き落とさなくてはいけませんね。新宿シェアハウス、ご視聴ありがとうございました。